じゃあ消さなあかんの。食べてるビリはだから太ってるやん。あ、また太ってる。いや、太ってる。余裕がいいですか。はい、いいですか。はい、ああ、感じがちょっと指が挟まれてます。いや、一番おもろいはね、これが消えてしまうことです。ちょ、ちょ、ちょ、あ、で、カレーから借りると新聞からも借りる。で、1000円札よりも1万円札あったらもっとおもろくなる。すげえ、すげえ、すげえ。ありがとうございます。そして、君の借りているのは上ですよね。いいですか。確かにね、確かめて始めましょう。そしてこういうふうにくるくる回します。で、お坊ちゃんこっちに来てくれるかな。お坊ちゃんこっちに来て、で、お坊ちゃんはこっちに指を押さえてくれる。そして君はここに押さえてください。ありがとうございます。で、君のお札は上のお札だったかな。じゃあ、上のお札をお返しします。で、君と後ほどお話しします。上で、上だ、すごいな、すごい。見てください。どれでもいいですよ。それじゃないです。それじゃないです。私に見せないで、皆さん調べてもらいますよ。いいですか。ちゃんと調べるんですか。お返しします。見てないままで、ここに直します。はい、いいですか。直します。はい、で、下に持って、おさむさいなことをやりました。一つは逆さまになっていますね。次は、選んだチュランプ確率高いかな。選んだチュランプですか。さすが、ぶっち、さすが、ぶっち。あ、とってくれてありがとうございます。そして、日本人はなんかこういう風に持っているんですけど、外国人こういう風にやってるわけで、英語でシャッフル。日本語で、認めてんのか。僕の税務署に渡してるものですか。ちょっとやめてくださいよ。自信がなくなるよ。経理の人素晴らしい。じゃあ、あんたボスやな。こちらよりも偉いじゃないですか。そういう風に負けにされてどうするの。わかん。いや、奥の湯そお。このハンド見て。 OK。 おOK。 お見てないのにしてるわ。Thank you.